君は、オンリーワンは2018年に配信された、アメリカ合衆国のドラマ映画。監督は、ステファニー・ラング、主演はクグ・バサイ・コール・ローとミキール・ハースマンが務めた。アビーとサムは、子供時代からとても仲が良く、結婚してからも幸福な生活を送っていた。そんなある日、アビーが妊娠を疑って病院へ行ったところ、末期がんで、余命行くばくもない状態にあると診断された。 死の宣告に動揺したアビーだったが、それ以上に気がかりだったのは一人残されるサムのことであった。アビーは、サムは、奥手なので、自分以外の女性と打ち解けるのは困難だろうと考え、サムの恋人探しを始めることにした。カッコ内は日本語吹き替え2017年2月23日、グム・バサイコール・ローとミキール・ハースマンが、本作に出演することになったと報じられた。28日、 クリストファー・ウォーケンとスティーブ・クーガンがキャスト入りした。3月15日、ジャッキー・ウィーバーとティモシー・シモンズが起用されたとの報道があった。6月12日、レスリー・バーバーが本作で使用される楽曲を手掛けることになったと報じられた。2018年2月2日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作に対する批評家からの評価は伸び悩んでいる。 映画批評集積サイトの6点トマト図には19件のレビューがあり、批評価支持率は32%、平均点は10点満点で5.17点となっている。また、メトクリティックには7件のレビューがあり、過重平均値は34、100となっている。ありがとうございます。